皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはアプローチでどうしてもシャンクをしてしまう方に向けてのレッスンです。アプローチでシャンクをしてしまう方というのは基本的にこの右足の足が前に出てしまって手の通る場所がなくて、手が前に出てしまってシャンクするパターン、このパターンが多いので今回はこの足が出てしまう方に、やっていただきたいアドレスの方法です。まず通常通りこのように構えていただいて、この右のつま先の向きを左側に向けてください。いつもよりも多く左に向けていきます。左の足はいつも通りの構え方で大丈夫です。このような形にして膝の向きを左斜めに前まずはセットしていきます。ここから通常通り、ターンをしていきます。このようにすることでアドレスのつま先の向き一つ変えるだけで膝の出方というのが変わってきます。前に出て手元が前に出る動きというのが修正されてきます。どうしても正面を向いているとこのように出てしまいますので、インパクトの手前で前に出すことになってしまってシャンクが出てしまいます。このようにしておくとこの空間があるので前に出たとしてもインパクトの時には手が前に出ません。なのでこのように膝を少し左側に向けてつま先を向けて、このようなちょっと見た目としては違和感があるんですが、このように構えて、コースで突然シャンクが出てしまった時に対処してみてください。右の膝の向きを左に向けることによって手元が浮く、シャンク、っていうのがなくなってきます。コースで突然出てきてしまった場合、ぜひこのつま先の向きに着目して修正をしてみてください。治ると思います。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。